オキコと沖縄名人乳業では、歳末助け合い運動の一環として、貧困家庭の支援などに役立ててもらおうと、毎年この時期に寄付金や食料品を送っています。昨日行われた贈呈式では、寄付金50万円と、ぜんざいやドリンクなど合わせて100ケースが手渡されました。県共同募金会の枠川正秀会長は、新型コロナや物価高騰の影響で生活の困窮が広がっており、支援は大変心強いと感謝の意を述べました。寄付金と食料品は児童養護施設の子どもたちや支援が必要な世帯に送られるということです。